リーダー川上選手、チェイサー三浦選手、グランドファイナル4ファーストランです。さあ勝敗がつくまで終わらない追走バトル、まずはグランドファイナル4のファーストマッチ。おお、負けてねえ負けてねえ。さあガツガツいってます。熱い熱いね、ガッツガツでしたね。さあメインジャッジ5名による採点が現在行われております。さあ5セクター目の接触がありました。さあそのあたりも含めたトータルでのジャッジ、現在採点どうなっているでしょう、モニター出るでしょうか。さあ今のファーストラン、川上選手がアドバンテージを取ります。さあスタートセット OK ですね。さあそれでは参ります。リーダー三浦選手、チェイサー川上選手のセカンドランです。さあ川上選手のアドバンテージで迎えたセカンドラン。さあ三浦選手もしっかりと攻めて審査席前、さあアピールしていきたいところ、5席からの、そう最後まで気を抜けない。さあここでフィニッシュとなります。素晴らしいバトル続いております。そうですね、今の振り出しの部分でと審査席前ですね。さあそのあたりリーダーの三浦選手の、おお、さあジャッジでは5分となりましたが、トータルでまずは川上選手が1勝ということになります。さあグランドファイナル4セカンドマッチ、さあまずはリーダー松崎選手、チェイサーに石井選手です。スタートセットお願いいたします。さあそれでは選手の皆さんよろしいでしょうか、参ります。リーダー松崎選手、チェイサー石井選手のファーストランです。さあ熱いバトルが続く中、グランドファイナル4セカンドマッチ。さあ進出決まえ、しっかりと飛ばしてくる、かなり車速が乗っている。さあ5セクを超えた6セク、最後まで油断は禁物で、ここでフィニッシュと息つかせる展開。さあ現在モニターではリプレイ出ております。お互い深いところまで行ってますよね。さあこの辺り含めた判断、メインジャッジどう出るでしょう。さあジャッジ出そうでしょうか。さあ出ました、若干のアドバンテージで松崎選手が取りました。さあ迎えた入れ替え、スタートセットよろしいでしょうか。さあ参ります、リーダー石井選手、チェイサー松崎選手のセカンドランです。さあ若干のアドバンテージで迎えたセカンドラン。さあほぼファーストラン五分と言ってもいいでしょうが、さあチェイサー松崎選手、さあたまらず、さあしかし審査終わっておりません。さあここでフィニッシュとなります。さあ現在リプレイ出ております。ここでのチェイサーのプレッシャーなんでしょうか。
はたまたグランドファイナル4のプレッシャーなのでしょうか。お互い両選手とも極限状態で戦っております。グランドファイナル4セカンドマッチ、さあグランドファイナル44名による総当たり戦、総当たり戦が展開されております。順位がつくまで永遠と続くエンドレスバトルとなります。さあどうだ、さあメインモニターそろそろ出そうです。さあ出ましたね、チェイサーの、松崎選手がまず星を一つゲットしたというところでしょうか。さあしかし勝負はまだまだ終わりません。グランドファイナル4、さあサードマッチ、まずはリーダーにゼッケン25番川上選手、対するはゼッケン29番石井選手がチェイサーとなります。さあスタートセットよろしいでしょうか、OK、さあそれでは参ります。リーダー川上選手、チェイサー石井選手、ファーストランです。さあグランドファイナル4 AWD クラスツイストバトル展開されております。さあ川上選手、お互いとも素晴らしいラインで走っております。うわー素晴らしい。さあリプレイ出ておりますが、さあ審査席前のリプレイ出ております。さあお互い攻めまくっております。さあメインジャッジ5名、どのようなジャッジを下すか。さあ出るか、出ない。さあ出ました、まずは石井選手がアドバンテージを取りましたね。さあ迎えた入れ替え参ります。リーダー石井選手、チェイサー川上選手のセカンドランです。さあ石井選手アドバンテージで迎えたセカンドラン、さあ審査席前お互いいい感じ、しかしここから距離が詰まってできた。さあ5セクターからの開始で6セク、さあここでフィニッシュとなります。さあお互い距離が近い中超接近バトル展開されております。ここから来るんですよね。さあ審査席前から、そうですね、チェイサーのラインの部分ジャッジどう判断するでしょう。さあ来ましたね、石井選手が1勝をゲットいたしました。さあ次なる組み合わせは、リーダーに、松崎選手ですね、ゼッケン26番松崎選手がリーダー、対するゼッケン16番三浦圭選手がチェイサーとなります。さあスタートセットよろしいでしょうか。さあそれでは参ります。リーダー松崎選手、チェイサー三浦選手、グランドファイナル4ファーストランです。さあグランドファイナル4、
まずはファーストラン早い松崎選手早い。さあ対する三浦選手、さあ気をつけたいのは後半の5セクから6セクター。さあここでフィニッシュとなります。さあお互いの距離少し離れたように見受けられます。さあこのあたりジャッジどう採点していくでしょう。さあ追走に至っても審査基準ベースは単走となっておりますが、松崎選手がアドバンテージを取りました。さあ迎えたセカンドラン、スタートセットよろしいでしょうか。参ります。リーダー三浦選手、チェイサー松崎選手のセカンドランです。さあ松崎選手はアドバンテージで迎えたセカンドラン。さあここから審査席前、さあどんなアピールしてくれるでしょうか。近い。さあ6セクターも終えてここでフィニッシュと、ビタビタでしたが、さあ現在のリプレイ上この部分ですね、これがジャッジによりクラッシュ扱いということで、松崎選手が1勝をゲットとなります。さあ順位が決まるまで終わりません。さあ引き続いてリーダーに川上選手、チェイサーに松崎選手となります。さあスタートセットお願いいたします。ゼッケン25番川上選手がリーダー、対するはゼッケン26番松崎選手がチェイサーとなります。さあよろしいでしょうか。まずはリーダー川上選手、チェイサー松崎選手のファーストランです。さあお互い十二分にこちらも手の内は知り尽くした相手との対戦でしょう。さあどんなバトル見せてくれるでしょうか。さあ4セクから、さあ5セクター目、最後の6セクターを超えてここでフィニッシュと、こちらも終始接近バトルが続いております。さあライン上車の挙動そのあたり含めメインジャッジどう判断下すか出そうですね。さあどうだ。さあまずはファーストラン、川上選手がアドバンテージとなります。さあそれでは参ります。続きましてリーダー松崎選手、チェイサーは川上選手によるセカンドランです。さあ進出先前4セクターを超えて、さあ5セクター、さあ最後の6セクターを超えてのフィニッシュと。さあ現在リプレイ出ている場面で、ジャッジよりクラッシュと。さあメインモニターどうなってますか。そうですね、ということで川上選手が1勝ゲットということになります。
さあそれでは続いておりますグランドファイナル4、次なる対戦はリーダーにゼッケン16番三浦選手、チェイサーにゼッケン29番石井選手となります。さあそれでは参ります。リーダー三浦選手、チェイサー石井選手、グランドファイナル4ファーストランです。さあグランドファイナル4、順位が決まるまでは終わらないエンドレス追走バトル。さあ進出先前、さあお互いいいラインで走ってるように見受けられます。さあ5席からの振り返しての6セクター、こちらでフィニッシュと、熱い熱いバトルです。ほんとすごいっすよね、集中力も途切れないですから。さあ4セクターも、さあ来ましたね、石井選手がまずはファーストラン、アドバンテージを取りました。さあそれでは参ります。リーダー石井選手、チェイサーに三浦選手、グランドファイナル4セカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、さあ2セクター目からしっかりと審査的前、さあアピールをしてきております。さあ2台とも同じようなラインで走ってきました。しかし距離が近い、こちらでフィニッシュとなります。さあリプレイも出ております。見入っちゃいますよね、もうね、この4席でも。さあモニター上ジャッジ出るでしょうか。ワンモアタイム、ワンモアタイムとなります。そうですね、こういう場合もありますからね、選手の皆さんも集中力を切らさないように。さあ、リーダーに、三浦選手、ゼッケン16番三浦選手で、チェイサーに石井選手となります。さあそれでは参ります。リーダー三浦選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあグランドファイナル4、本日2回目のワンモアタイムが出ました。おい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 、さあ4速5セクも迎えて、さあここでフィニッシュ。さあリプレイも出ております。さあリプレイ出ております。ここでの、そう、このあたりジャッジがどう判断するかという部分もあります。さあワンモアタイム迎えたファーストラン、さあジャッジ採点の方出るでしょうか。さあどうだ、まだ来ない。さあグランドファイナル4、さあ、現在、ジャッジ審議になっております。選手の皆さんもしばらくお待ちください。ジャッジ審議中でございます。そうですよね、このハイスピードバトルで接戦が続く中で、さあリプレイも出る中、現在競技中、5人のメインジャッジによるまさにジャッジメント、どう下るんでしょう。
現在モニター上リプレイ、素晴らしいバトル映し出されております。さあチェイサーの石井選手にアドバンテージが入りました。さあよろしいでしょうか。続いて入れ替え参ります。リーダー石井選手、チェイサー三浦選手、セカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、さあ審査席前、さあ三浦選手攻める、プレッシャーをガンガンかけていきます。さあここでフィニッシュと、さあ自然と拍手も沸き起こっております。いやワンモアタイムなんで4回目ですよね。4回目、変わらず高いクオリティの走りを両選手見せていただいております。さあジャッジ、これも競技に入るようです。現在リプレイメインモニターご覧ください。ここが2セクター目から、ここで審査席前の、さあ第3セクター、さあこの辺りでジャッジが審議ということでしょうか。さあこれが接触による挙動の乱れと取られるのかどうかと、いう部分、現在メインジャッジ審議中でございます。さあ最終的なジャッジメント、どう下されるでしょう。さあまだ出ない、まだ出ない。さあもう総じて距離近いっすもんね。さああくまで審査ベースは単走ラインとはいえ追走バトル、2台の車間距離ももちろん加味してジャッジ判断しております。さあどうだ、そろそろメインジャッジスコアが出るでしょうか。しばし選手の皆さんリラックス状態でスタンバイの方をお願いいたします。現在熱い審議メインジャッジ内で交わされております。さあジャッジの皆さん OK ですか、大丈夫でしょうか。星間さんどうですか、 OK ですか。勝敗がつくまで、さあメインモニター切り替わりました。さあスコアどうだ。これは実際からミスの度合いをジャッジがそれぞれ見てるんですね。1セクターは、さあまだまだ審議続いております。熱い走りに負けない熱い審議現在も続いておりますが、選手側、
はい、決まりましたね。ということで、石井選手が1勝となります。さあ、モニター上が3人ですよ。上モニターも3人ですよ。上モニターも3人ですよ。でいいんですか。あ、なるほど。現在メインモニター上、グランドファイナル44選手から3選手になりました。ということで、3選手による追走が続くということになります。星勘定で、3選手が同率と なりましたので、この3名による追走バトルグランドファイナル3ですね、ということになります。さあ、よろしいでしょうか。さあ、グランドファイナル4続いております。まずはゼッケン25番リーダーに川上選手、続きましてチェイサーにゼッケン26番松崎選手となります。さあ、それでは参ります。グランドファイナル4リーダー川上選手、チェイサー松崎選手のファーストランです。さあ、メインジャッジ審議の後ですが、素晴らしい熱いバトル。さあ、しかしフィニッシュライン越えるまでは審査は終わりません。さあ、ここでフィニッシュとなります。さあ、この辺の集中力メンタルもさすがですね。さあ、この長いインターバル5でもご覧のパフォーマンス両選手見せてくれております。さあ、どうだ。セクター5の部分での接触、ジャッジとしてどう判断されるかですね。さあ、出ました。川上選手が 10-0 とアドバンテージ。よってメインジャッジ、先ほどのクラッシュと取ったわけですね。さあ、迎えた入れ替えとなります。参ります。リーダーに松崎選手、チェイサーに川上選手によるセカンドランです。さあ、迎えたセカンドラン。さあ、リーダーに松崎選手、さあ、距離が離れているようにも見えますが、さあ、セクター5引っ返してからのここでフィニッシュとなります。さあ、現在モニターもリプレイ流れております。ファーストラン川上選手アドバンテージで迎えたセカンドラン。さあ、メインジャッジスコアはどう映るでしょう。さあ、出ましたね。川上選手が、ウィナーとなります。さあ、それでもまだまだ続きます。
次の組み合わせどうなるでしょう、川上選手引き続きリーダーとなります、チェイサーにゼッケン29番石井選手となります。さあそれでは参ります。リーダー川上選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあまずはファーストラン、現在グランドファイナル43名まで絞られております。さあここで痛恨のミス。さあしかし川上選手も油断はできません。フィニッシュラインを越えるまでは審査対象となっております。さあここでフィニッシュとなります。さあ続いて入れ替えですね、リーダーに石井選手、チェイサーに川上選手でのセカンドランとなります。さあそれでは参ります。リーダー石井選手、チェイサー川上選手によるセカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、開始攻める石井選手。さあかなりリーダー石井選手超アグレッシブな走り見せております。さあここでフィニッシュとなります。素晴らしいパフォーマンス見せてくれております。さあメインジャッジ取りましたが、トータルウィナーとして川上選手が1勝となります。さあとなると次の組み合わせが、リーダーにゼッケン26番松崎選手、チェイサーにゼッケン29番石井選手となります。さあそれでは参ります。リーダー松崎選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあまずはファーストラン、おお、際どい2選手とも際どい走り。さあここから後半油断もできない箇所、5セクター目から6セクター、こちらでフィニッシュ。もう変わらぬクオリティのバトル続いております。うん、攻めてますよね本当に。さあジャッジどうだ。ファーストランでは石井選手がアドバンテージを、取りましたね。さあ迎えた入れ替え参ります。リーダー石井選手、チェイサー松崎選手によるセカンドランです。さあ迎えたセカンドラン、おお超揃ってる。さあガツガツと松崎選手がプレッシャーをかけていく。さあここでフィニッシュ、ここでフィニッシュとなります。こっからえぐいっすよね。もう殺し合いですよね。
さあどうでしょう。1セクター目の確認ということですかね。現在リプレイ出の部分、そうこっからえげつないですよね。さあジャッジどうでしょう。さあ出るか。ワンモアタイム。ワンモアタイムとなります。さあスタートセット OK でしょうか。さあそれでは参ります。リーダー松崎選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあワンモアタイムで迎えたファーストラン。さあこの2名のバトルも結末が出るんでしょうか。さあお互い素晴らしい走りです。さあここでフィニッシュ。これ決着つくのかな。これさあまずはファーストランですね。現在ファーストランの様子メインモニターリプレイ出ております。さあ出ました。まずはファーストラン松崎選手のアドバンテージとなっております。さあ入れ替えます。リーダー石井選手、チェイサー松崎選手によるセカンドランです。さあセカンドラン、おーおーおお。さあ四瀬くん、おおビッタビタ。ここからさあ6セクを迎えてここでフィニッシュ。やったった感バリバリっすよねこれ。さあしかしメインジャッジ ここすごいっすよね。ここからさらにまさしく殺し合い。さあジャッジどうだ。さあメインモニターは、さあそろそろジャッジ出そうです。ワンモアタイム。ふうワンモアタイム。さあまだ終わりません。さあバッテリーコンディション等もね、視野に入れて、選手おのおの判断していただきたいと思います。さあそれでは参ります。リーダー松崎選手、チェイサー石井選手によるファーストランです。さあワンモアタイムが続いております。おい、あ早い早い。さあそれでは参ります。さあ気を抜けないグランド。さあここでフィニッシュ。さあハイスピードバトルワンモアタイム、さらなるワンモアタイムによるファーストラン。そう松崎選手速いですよね。
さあどうだ、ジャッジ出るか。さあ来ました、松崎選手のアドバンテージとなります。さあ迎えたセカンドラン参ります、リーダー石井選手、チェイサー松崎選手によるセカンドランです。さあ松崎選手アドバンテージで迎えたセカンドラン。さあ両者いい距離感。さあ石井選手もしっかりと飛ばしてくる。さあ松崎選手もここからのプレッシャーが見もの。さあここでフィニッシュとなります。ギャラリー席拍手鳴り止みません。さあしっかりと両選手飛ばしております。いやここからのさあワンモアタイム連続のセカンドランどうなるでしょう。さあジャッジ出ましたね、ウィナー松崎選手となります。